どうこうこうじゃなくてこうじゃなくてこうこうこうやめろさあ、それではもうダンスでダンスの場所になったもんね終わりダーツね、あのダーツ、うん、ダーツ、あのいいところに行った人にはね、あのラーメンをいいから採用食さっき内緒でいただいたほらほらスタートでいいからもうクゼフの出汁で炊いてんだよ。そう最近皆さんに紹介してあげてよ、うん、はい、はい、どうぞどうぞ、はい、はい、あんまり紹介するとね、あなたの人にもトラックに届くよ。これでも美味しそうじゃん。気になってたんだよね。醤油ラーメン。だし。こっちも醤油。関西は出汁文化だからね。そうよ。だからさ、クゼフの出汁がすごい。クゼフって知ってるでしょ。知ってるよ。いや、これすげえな。ね、すごい。しかも今もう進んでるから。本格的やね、なんか。めっちゃうまい。またこのパッケージが美味しそうだよね。ぜひ、なんか袋自体高級感ある。高級感ある。高級感ある。なかなかやんない。金文字がそうさせるのかな。そうです金文字がそうさせるんだね。金文字もいいね。黒に金文字って。黒金だよ。華やか。華やかだ。金盗んだやつがいいんだね。おしまいの。おお。作ったんだよ。あれ。あのさ、ラーメンの作ったのに。ラーメン。内緒で俺と演出でも持ってこいよ。ラーメン。あの、持ってきなさい。毎日仕上げた。溶かしたら溶かしたら美味しいよ。溶かして指輪作っちゃった美味しい美味しい。ぜひご覧あの一度これ召し上がってみてください。最後の食事になります。お待ちしております。お願いします。さあ、それじゃあダーツでやってみる。やってみるか。やってみようか。やってみよう。やったことあんまりないね。俺ダーツのまとめになったことある。終わりじゃあよし、ゆしさんやろう。ルールわかんないだろ。どっかここ、あの投げない方は座ってていいと思います。みんな投げるじゃん。でもさ、こっちに誰もいないとさ、そっか。じゃあ俺一番だから最初に投げる。これいるよ。最初に投げる人誰？え、じゃあベアでしょ。今ね、あのお手洗いってベア、明日のまとめ届くかな。ちょっと一回投げですよ。お店のがいいらしいよ、軽いから。真ん中に投げればいいの。ここからこう、右足前です。兄弟、やったこと、兄弟、投げたことあるの。ない。何回かはあるでしょ。ない、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 おもちゃでもない。え、おもちゃってあるの。え、孫の子に、男子の孫に。ない、ない、ない、ない。こんな機械あるわけに。ん、なかなか刺さらないじゃん。もっと強くやられるのか。え、いや、強くやっちゃダメです。強くやっちゃダメです。今のでいいの。もうちょっと前持ってください。ダーツの前、こう、そうそうそう、こう持つのって、腕は畳むだけです。振りかぶらないでください。そうやって振りかぶらない、頭の上に振りかぶらないで、うん、ここから、そうです。どうぞ。それもおかしい。体をスナップスナップ、横向けて、腕で横向けて、え、右足ピンと張って、うん、張ってピンと張って、曲げない曲げない、曲げないでピンと張って。それじゃあお父さんそっちに泣きちゃうでしょ。重心前、なるべく近づいて立つ構えて、うん、自分の目で、うん、あそこの中にこれ入るように構えて、うん、そこから腕をたたんで、で投げる。山なりに、山なりに、山なりに。おお、当たった。抜いちゃダメよ。あれ練習になるんだよね。練習になるよ。ちょっと座って引っ張ればいいです。もう一回いいかな。
今ちょっとやってみたらいい。受けんのかい。じゃあ、俺さ、ゲームやったことあります。やったことあります。あるあるある。なんか手首を使ったらダメなのもいいんだよね。え、手首使っちゃダメなの。あとは手首使うの。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 なるべくその線ギリギリまで前に出て、なるべく前に重心を持っていって近づいて、はいはい、あんまり傾くすると体が引く。そうですね、はい、そのぐらいで引けすぎだよ。引くぞ、はい、やめた。おお、あ、3だ。あ、3、 3、 3等できるんですか。3等できます。今練習ですね。ボーリングとさ、ベア比較して、今1等しかしてないけど、ボーリングとこれとどっちが簡単。こっちの方がいいね。こっちの方がいいね。近いし。いや、もうダーツに限るね。ダーツ好きなもん。ダーツ好きなもん。今度は上の方。ちょっと嫌いになったでしょ。おかしいな。真剣だな。いや、だから、うん、こういう風にぶれないで。もう体の前にして。そう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 。見えてんの大体。骨折骨折見して。刺さらない。刺さらないじゃん。いや、刺さらない。ここでまっすぐ飛んでないんでしょ。多分手首を使いすぎてるね。こうだって。手伸ばすだけです。こういう。こういう。こういう。山田。山田。山田。うるさいな。あのね、このダーツがこういう感じで絵を描いていけばいいんだ。はあはあ、こう直接やるんじゃなくて。ああ、分かる分かる分かる。分かった。よろしく。ママ。やっちゃってる。ママ。やっちゃってる。こうやって、こう。違う。分かった。うるせえな、もう。動きがママだよ、ヨシの動きがママ。口閉めろ、口。緊張するわ、俺。絵をこう、絵を。おっ、おっ、これはこれ、あ、ブッポ練習、ブッポさん練習、ジョージさんも練習一回やってください。練習ママ投法投法が、で、わかった、来いよ来いよ来いやんなよ。うっせぇ、ママ投法。あ、ね、意外とやるかも。20って方に投げよう。いい、いいよ、出てんじゃん。あ、これ絵を描けばいい。なるほど。まあ、まだやってない。まだ。おお。やっぱやってる。だから。お前家にあるのかこれ。はい。おお。すごいじゃん。すごいすごい。やりっていうのこの。これ。ぐっと引っ張れる。これもね。こう持ったのかね。こう。え、ちょっと動かして。じゃあこう。こうじゃなくて、こうやべえ。一緒なの、俺は一緒に。すごいよ。すごい。俺あんま。今日は皆さんにやっていただくダーツのゲームの種類がありまして、それはダーツのボードって全部点数書いてますよね。刺さったところを数字ありますよね。その分の空気をどんどん入れていく風船ゲームがありまして、はい、その風船を爆発させちゃった人が負けっていう。ああ、はい。で、どのぐらいで爆発するかわからないので、もう上に風船が大きくなってきたら、あ、来るよね。で、点数高いとこ刺しちゃうと爆発する可能性があるので、そこをうまく。え、どう、それ風船どうかっていうの。ここに映るんだって。なので、ここに映るの、風船が、はい、1人3本投げたら、映るんだ。3本投げたらチェンジします、はい、次の人、うん、で、その、あ、そっか、じゃあロシアルーレット、誰に当たるか分かんない。そうです、そうです。あ、そういうこと。で、爆発するかもしれないっていう時は BGM 流れますんで、なるほど。そしたらちょっと緊張感を持ってダッチしてると思います。あ、じゃあ、ドゥンドゥンドゥン。じゃあ1人ずつ誰が爆発させるか予想させてくれる。あ、いいですよ。順番決めましょう。まず投げる順番決めましょう。投げる順番あっちで投げる順番決めましょう。
ちょっともうね、明かりの横だから怖いわ、顔が。やめて。だって決めなきゃわかんないですね。腹立つわ、本当に。兄弟、この照明のそばでやるから、ものすごくいい感じなんだよ。だって、よし、その子だよ。絶対照明の横に来るよ。し、その子だろ。持っていくな。持っていくな。なんとかその子さん出たよね。そう、じゃあ順番だけ決めてもらって、一人ずつ。いやいや、ベーヤ、俺さ、俺ママ、ザスね、これ3つしか投げられない。うん、そうです。お、割れるまで投げる。なんだろ、3つしか投げない。よし、佐藤です。それやめて。順番決まりました。なんで照明の横行くんだよ。一番で。お、止まっちゃったよ。あ、これだ。はい。今度は。それが刺さった点数分、空気がどんどん入ってくる。入ってくから。あんまり。数字の高いところにどんどん入れちゃうとパンって破裂しちゃう。そうか。でも投げてみないと。投げてみないと。最初は高いところに刺しても大丈夫です。高いところに刺しても大丈夫。いきまーす。はい。おお、これは何点？2点です。今2点。2点ですね。だからもうちょっと口閉めろ、口閉めろ。こっちに意識して、あの、すごい近い、こっち緩む緩む。口開けないで。分かったわ、分かったわ。よし、どう？おー、いいよ。すごい。これだと、あの、3のぶりに入る。あれは3点です。うん、まだ5点しか入ってません。冷たい言い方。もうちょっといいか。ガッツ、おいら、ボーリングでバカにされてる、これでバカにされてる。ガッツ、そうだよ。よし、冗談、よしこちゃん、いいよ。よしこちゃん、お前、よしこちゃん、いいよ。おい、さ、すごいぞ、これ。そしたらガッツ抜きに行ってください。3本抜いたら次の人。抜くぐらい、10スタッフいるんだから、抜くぐらい、まだ抜けや。ほら、いや、ガッツは抜くまでガッツなんで。抜くぞ、これ。抜くぞ。はい、それで OK です。はい。で、俺ね、はい、そうです。このままやっていいの？このままやっていいです。よし、くん。あんましいわ。おい、よし、くん。はい。あ、いいやろ。はい。あっと、入ってんの？それ入ってんの？入ってないですね。それもう一回投げましょう。入ってないよ。はい、入ってないです。もう一回。頑張って、よし、こちゃん。はい。はい。はい。いくわよ。行くわよ。やるわよ。絵を描くのね。行くわよ。入れるわよ。よいしょ。おかまにも意地があるわよ。もういやもう。やったんじゃない？いった、いった。同じとこ行ったよ。じゃあ次の方。次の方。どうぞどうぞ。なかなか膨らまないね。そうなんだ。え、何？これ来いよ、来いよ。もうやだ。ママ来いよ、ママ来いよ。おいさ、お前どうしたら。みんな薄いとこ入ってんの？三点とかさ。おお、すごい。おお、おいおいおい。あ、違う。もう一回、もう一回、もう一回。膨らみすごいな。終わったら膨らむ。まだ点数がまだいっぱい入ってないので。よーって。おお、いったよ。一瞬ぶかまってきたもん。じゃあジョージさんです。これで点数が多いと膨らんでくるの。そう、点数が多いと空気入るので。ブクっていったら今。ってことはこの、これジョージで持つ。20とか、18とか入れば、これが入ると空気がどんどん増えてきます。やって。やっかましてる。結局されたい。点数が高いの。お、そうだって。いいね。18。お前家にあんだろこれ。ああ、すげえわ。ねじってんだよ、なってんだけど。ねじってんね。
お、まだ全然やろ。全然ですね。それでも、うん、まだまだやんなきゃダメだ。あんだけ頑張ってこれかよ。お父さん頑張れ。脱ぎますね。面倒見いいから面倒見いいから。上目に話しちゃうのにな。なんで？6点ですね。うん、おお、ど真ん中いった。おお、ど真ん中いった。おお、50点。50点。やばい。50点。ちょっと待って、次も言うなだろ。やったわ。やっちゃったわ。すごい、50点すごいよ。ベア。え？ゴルフのどっちが好き？ダーツと。ダーツ。友よお前といつまでも。